滋賀県高賀市しがらき町か浅宮の茶畑。長宮茶は滋賀県高賀市しがらき町浅宮周辺で栽培されている日本茶。宇治、河根、元山、佐山と並んで日本語大名茶の一つに数えられる日本最古級の茶産地である。805年に延暦寺海祖の最長が茶の種子を塔から持ち帰り浅宮の岩谷山に植え、 815年に朝廷に、献上するために始まったとされる。最古の資料として、室町時代の文明年間に、しがらき層の大官と土豪が、両主のこの駅に茶を献上した記事がある。江戸時代には、松尾芭蕉が、甲賀市しがらき町の朝宮を何度となく、訪れた際に残した句、木隠れて、茶摘みも菊やほととぎすの区比がある。幕末の開港後、茶は、国内できいに次ぐ、 輸出品となり、1880年間の滋賀県物産市によると土山地域に次ぐ生産量を誇った。21世紀では抹茶が水ー鶴類にも利用されている。山間地の寒暖差の大きい場所で栽培され、独自の好期と深い地味があり、緑茶の最高峰とも言われる。2015年3月5日の高賀市議会で地元産のお茶等を しがらき焼きの器で振る舞う習慣を広める、高賀市高賀の茶及び、高賀の地酒を、しがらき焼きの器でもてなす条例が可決された。新茶の季節を改めて知りたい。高賀の茶。高賀市、2019年6月27日閲覧。AB、高賀市市、第八巻高賀市辞典。高賀市、ピアニッシモ、396から397の L プラス。 私たちの商品開発茶、長宮茶ケーキで PR 日本農業新聞2019年11月4日。大見茶、農林水産省近畿農政局。2019年6月27日閲覧。しがらき焼きの器でお茶や地酒のもてなしを死が高賀市でユニーク条例成立。 サ3 k ウエスト、h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ150305スラッシュ wst1503050076-n1.html2019 年6月27日閲覧。ありがとうございます。